マイナー武将列伝、鍋島直重が絶大な信頼を寄せた石井小札。しかし孫は吉原に入り浸り。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は石井小札について紹介していこうと思います。石井小札は鍋島直重が信頼を寄せた鍋島三世の一人で、直重から絶大な信頼を寄せられた武将です。石井党と呼ばれる肥前石井氏の盛況な武将に名を連ね、直重が龍造寺氏に取って代わってからは長く支え続けました。彼の孫石井正義もまた勇猛な人物でしたが、残念なことに身を持ち崩し、主家からも見捨てられることになります。ではこの祖父と孫の生涯をじっくりとご紹介したいと思います。肥前石井氏とは、肥前石井氏は藤原北家の流れを組む一族で、千葉氏に仕えていました。その千葉氏が肥前に土着すると、石井氏もそれに従ったようです。その後千葉氏が内紛によって力を失うと、肥前では龍造寺氏が台頭することになり、石井氏はそちらに接近していきました。享禄3年1530年の蓼縄手の戦いで、大内氏と小西氏が対決した際は、石井氏は小西に仕える龍造寺氏を助け、鍋島勢と連合してシャグマキ集隊を組織し活躍しました。この働きがあったため、石井氏は龍造寺氏の重臣としての地位を固めていったのです。しかし小西に仕える馬場頼親の謀略により、龍造寺氏は龍造寺家兼とひ孫の高信を除き、ほとんどが殺されてしまいます。彼らは筑後に亡命し、翌年に帰還を果たしますが、これを迎え入れた中心が石井氏と鍋島氏でした。中でも龍造寺家兼と懇意にしていたのが石井忠義です。彼の5人の息子たちは皆優秀で、それぞれに家を建てさせましたが、これが石井党と呼ばれる武士団となり、勇猛さで名を馳せるようになったのです。龍造寺氏に仕え、鍋島直重とはずっと仲良し。石井小札は石井党の御家のうち三河の神家に生まれました。本来の名は吉本といい、小札の名は後に仕える鍋島直重のかつての名乗りである信成からもらったものですが、ここでは小札で統一させていただきます。小札の父石井彦十郎は龍造寺氏の旗本武将を務めていたそうです。このため小札もそのまま龍造寺氏に仕えたと思われます。龍造寺氏は高信が家督を継いでからは順調に勢力拡大を続けていました。その中で鍋島直重の父が高信の母慶銀仁と再婚したため、義兄弟の関係となります。高信はその後宗筋だった小西を滅亡させ、元亀元年1570年には今山の戦いで大友氏を破り、その力を見せつけました。小札は高信の補佐として存在感を増していった鍋島直重とは若い頃から非常に仲が良かったそうです。直重が恋愛結婚で迎えた正室彦鶴姫は小札のまたいとこにあたりました。そして天正8年1580年に待望の男子勝重に恵まれた際の出産場所は小札の屋敷だったそうです。大事な正室を預けるのですから、小札は直重から深く信頼されていたのでしょう。ちなみに男子に恵まれなかった直重が養子にしていた鍋島重里はやはり石井氏の出身でした。勝重が生まれたので重里の父が養子縁組の解消を申し出たのですが、直重は勝重の後見役になってほしいと言って重里に別家を建てさせたのです。彼は勇ましく優秀な武将に成長しており、石井党はやはり武将として非凡な一族だったことがわかります。龍造寺氏から鍋島氏の家臣となる。快進撃を見せていた龍造寺高信ですが、天正12年1584年島津有馬連合軍との沖田縄手の戦いでまさかの大敗を喫し、討ち死にを遂げてしまいました。
この戦いにはもちろん石井党も参加しており、小札が参加していたかどうかは不明ですが、多くの一族が討ち死にしたそうです。高信の死により肥前の内外は動揺をきたしますが、ここで高信の息子政家を補佐し、状況を打開したのが小札の友鍋島直重でした。豊臣秀吉による九州征伐の後には直重が国政を担うように命じられます。ここで小札は龍造寺氏ではなく鍋島氏の家臣となり、直重の側近として働くようになりました。朝鮮出兵直前、肥前に名古屋城を築城した際、蓮池城の天守を移築することになると、その奉行の一人となり、戦闘が始まると補給部隊の指揮を取るなどして、秀吉から功績を称賛されました。主鍋島直重とは阿吽の呼吸。関ヶ原の戦いの直後、九州での西軍東軍の戦いが起き、鍋島勢は柳川城の立花宗茂を攻めましたが、小札は船大将として水軍を率いたそうです。長年の友であり主君となった直重のそばには常に控えており、その信頼は絶大なものだったといいます。阿吽の呼吸で直重の意図を汲み取ることができたようです。ある時、小札は病に伏せっていた直重から、今晩のうちに書院を解体したいのだが、物音を立てずにやってくれないかと言われました。そこで彼は妊婦に芝の葉を加えさせ、物音を立てないようにして、その晩のうちに書院を解体したそうです。それを聞いた直重は、だから小札に頼んだのだとご満悦だったそうで、小札は慶長7年1602年に亡くなりましたが、晩年には戦場で自分が殺してしまった敵兵たちのために本通寺を再興し、自ら住職となって菩提を弔ったと言われています。偉大なる祖父を持った石井正義、島原の乱で活躍。さて、このように立派な人物だった石井小札の孫として生まれたのが石井正義です。父は石井伝右衛門と言いました。鍋島三世の筆頭である小札の孫であるということもあり、正義は早くから重用され、鍋島直重の息子勝重のそば近くに仕えるようになります。寛永14年1637年、島原の乱では一門の石井正幸とともに敵陣一番乗りを果たし、一躍家中の英雄となりました。でもこれ、鍋島勢の抜け駆けだと咎められ、主君勝重は半年間閉門することになっちゃったんですけどね。正義といえば名声を得ても謙虚でいればよかったものの、勝重からも重用されていることにどうやら天狗になってしまったようです。その後、彼はとんでもないことをしでかすのですが、さて何をしたのでしょうか。吉原に入り浸り、醜聞にまみれ、切腹を申し付けられる。主君鍋島勝重の江戸参勤の際、いつも付き従っていた正義ですが、なんと鍋島主膳と偽名を使い、吉原に入り浸るようになってしまいました。また一方で、国元では妻が正義の弟と不倫してしまい、親族から総スカンを食らってしまいます。正義の屋敷は畜生門とまで呼ばれたとか。やがて江戸の藩邸に吉原から鍋島主膳への手紙を持った使いの者がやってきます。しかし応対した者は、それが正義宛てとは知る由もなく、そんな奴はいないと追い返そうとしますが、よくよく話を聞いてみると、どうやら使いの者は正義のことを言っているようだと気がつきました。そして藩による調べの結果、正義が吉原に入り浸っていたことが発覚してしまいます。お役目よりも吉原とは、なんとも不名誉なことです。しかし石井小札の孫であり、島原の乱での功績もあるということで、勝重は彼に帰国命令を出すにとどめました。これで済めばよかったのですが、なんと正義に惚れ込んでいた馴染みの遊女が吉原から佐賀まで追いかけてきてしまったのです。さらなる不名誉。それを知った勝重は、その醜聞はさすがに
ということで正義に切腹を申し付け、禄を召し上げお家断絶としたのでした。なんだかもうおじいちゃんの功績に泥を塗りまくった不肖の孫ですよ。まとめ1。肥前石井氏は石井党と呼ばれる武士団を組織して龍造寺氏に仕え、その勢力拡大に鍋島氏と共に貢献した。2。石井正札は鍋島直重とは若い頃から仲良くしており、直重の性質が正札の屋敷で出産するほどだった。3. 龍造寺高信の死後、龍造寺氏に取って代わることとなった鍋島直重に仕え重臣となった。 4. 正札は直重の意を組むことに長け、絶大な信頼を寄せられていた。 5. 正札の孫石井正義は島原の乱で一番乗りを果たし、家中の英雄となった。 6. 正札は吉原に入り浸り、その後も囚分沙汰となったため切腹を申し付けられた。断絶したかに見えた正札の血筋でしたが、正義の死後にその息子が家督を回復することができました。その後佐賀の吉田松陰と呼ばれた石井正道や明治新政府海軍副参謀石井富之助を輩出するなど、やはり正札の血流は有能だったようですよ。正義だって吉原に入り浸らなければ立派に英雄だったのに。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。